篠脇城は岐阜県郡上市山都町にかつて存在した日本の城。現在は岐阜県指定史跡になっている。この地域一帯を支配していたあず市が8代、約230年間にわたって居城とした。来栖川左岸の標高約523メートルの市の脇山山頂にあり、北は牛道橋、北東は寒水、東は小田寮にそれぞれ通じ。 西方2キロメートル弱に長良川がある要衝だった。北側の麓には、あずま市館跡庭園がある。大和孫氏によれば、初代、あずま種行きの晩年に築城が始まり、14世紀前半の4代、あずま市村の時本格的に城が完成して、移住したとされる。1468年には、斎藤明鎮に攻められて落城したが、関東に在陣していた、 東上苑がこれを伝え聞いて読んだ歌が妙地に伝わり、増加十種と引き換えに城を変換した、と鎌倉大蔵氏にはある。1471年から1477年にかけて葬儀が篠脇城に上苑を訪ねて、ここ伝でを受けている。1540年に越前国から朝倉氏が来航したが、城主上主・東、上京の指揮のもと、 放射状縦堀から巨石を投下し、撃退したと言われている。しかし、これによって城自体の破損が著しく、翌1541年に、朝倉市の再来港の際は、油坂峠で迎撃している。上京は、篠脇城城を修復せず、同年に、八幡の赤屋山に築城して移転し、篠脇城城は、廃城となった。後に、遠藤氏が、東氏の後を継ぎ、 九条八万条を本拠としている。年不詳の篠脇城跡役図によると、麓の東西に、土井、中央に、門口、東方に、矢場西方にはババがあったとされる。土井囲いの中には、東ず市の館があった。現在は、山陸の上り口に、表門跡とされる礎石がある。山頂の三段の平地の内最上段が、本丸跡と推定される。城郭を囲む。 放射線上の30本に余りの縦彫りがこの城の特徴で薄の目彫りとも呼ばれる。ほとんどは現状の深さ2から3メートル、底幅2メートル、長さ10から40メートルで、そのうち2本が山独まで達する。前述の通り、この防御施設によって朝倉市の来港を撃退している。二の丸の西北に湧水があり、城の飲料水だったと考えられる。 ありがとうございます。